ロイヤルアカデミー・オブ・アーツはイギリス・ロンドン中心部のピカデリーにある国立美術学校。美術館が併設されている。王立芸術院と訳される。併設するロイヤルアカデミー・スクールはイギリス最古の美術学校である。現在は3年生の大学院レベルの教育を行っている。ロイヤルアカデミー・オブ・アーツは1768年に国王ジョージ三世によって設立が認証され、 1769年に開校した。創立メンバーは初代校長をサージョシュ・アレイノルズとする36名であった。会員は会員の認証を得るとき直居作品として作品を帰宅することになっており、これが今日の美術館の所蔵品の主体となった。アカデミーは最初ペルメル通りに設置され、美術学校と展覧会場は、 その後とラファルガー広場に移り、最終的に1867年に、現在のバーリントンハウスに置かれた。建物は、パラディオ様式のバーリントン邸という貴族の屋敷である。この建物は以前、ロンドン大学の本部が置かれていたこともあった。バーリントンハウスバーリントンハウス中には、ありがとうございます。